峰塚古墳でございますけどね、上がらないですわ。まあ噛んでいこうか。このナビはダメだな。噛んでいこう。右方向です。右方向ですか。はい、これ見たら近いんだけどね。160m になってますけどね。どうする、こう上がる、うん、どうやね、こうか。右方向です。右方向に行く道ないんですけどね。どうせっちゅうのよ。これこんな感じの可能性あるね、これね。どうなんだろう。上か、上上がるか。はい、上上がりましょう。それらしきも見当たらんねんけどね。あ、これ古墳か。これか。これ、そんな墳丘、あ、この中看板がある。これ墳丘みたいな感じするね。そやけど、この人、先から2分から前進まへんし。やっぱそや、これは古墳ですよ、これが。これ小口山東古墳。ほんでちょっと右行ったところが小口山古墳ね、東と小口山古墳だから、おそらくちょうどビューグルなんだよな。展望広場やろ。ここや、やっぱこうか。こっちやな、これはそうやね。入れないか。ということはまたここ調査するかね。あれで行きゃ小口山古墳がこの左側や。あ、これいつ、いや何回か来てるけど見落としてるね、完全に。看板がなかったらまあな。この上上がってみましょうかね。これがそうやろうな。あ、墳丘になってるね。これはね、来たことあるんやけど初めてやな、これ見るのは。何をぼーっとしてたんやろね。いや、ライトをこうつかない、このライト。ここに石油が残ってますね、これ。真っ暗やな。小口山君。誰やったかな、佐藤さんやったかな。こう、スマホで電気取れますよってね、なんか教えてくれたんだけど。もう入れるかね。わ、狭いな、ちょっと。高さが、40センチ、50センチのここか。あ、奥行きもないわ。おお、おお、これ、スマホで、ほんまや、撮れるんやん。ここ、これ真っ暗や、これ、スマホで、ほら。こんな撮れるわ。すごっ。凝灰岩をくり抜いて、これもう、石棺だろうな、これ。石室よりも。奥行きが約2メーター。幅が1メーターちょっとかな。手前の方は1メートルないね、7、8センチだけど、奥は1メーターぐらいかな。そんな感じですよ。で、上は高くなってるかな。いや、石がね。ちょっと穴が開いてるからね、どういうことやろね、これ。これ、スマホで、見れるわね、スマホで。ちょっと馬鹿にしてたけど。ほら、こんなんでね。いやー、ここにあの島なんだね。なんでわからないんだろう。これいつも何でも通っとんのよ、こう。ここは通ってないんだ。上は歩いてんだ、いつも。ほんでわからんだよ。そういうことやな。はいはい、わかりました。わかりました、わかりました。これ見てないね。意味わかりましたわ。ここ歩いてんだけど、ここ歩かんからな。そうや、そこの上歩いてんだよな。いや、俺なんか感じがやっぱりしてるか。確か上を歩いたらだけど。そうや、これや、ここや。こうだ。こう入って、こう歩いてるか分からへんねや。分かりました、分かりました、意味が。
歩いてるからね、何度も来てるのに。以前はこう笹がいっぱいあったけどね、何にもないもんね、下がね、下草、笹がね、草ぼうぼうやったけど、随分木大きくなったもんでね。この下でございますか。それはやっぱりね、わかりませんね、こういうあれだね。これはね、歩いたことあるんだけど、まあすぐ下降りるからね、見えへんねんな。よっしゃ、ほんならちょっと退散しましょうか。2基あるけど、本当はもう1基は座ったんだけどね、あの芝生のところに。この辺に古墳はなかったのかね。あら、これ大きすぎる、この看板は。ここにあるけど、これ何、有楽天の例だな。どこや、島泉か、津戸城山古墳、藤寺記事が載ってる。古いね、古いですわ。千葉天の、法人天の、波佐見山古墳、宮山、鳩山、青山古墳、人気天の寮、美濃塚古墳、白鳥寮古墳、青年天の寮、安官寮古墳、二つ塚古墳、大鳥塚古墳かね、これ。三つ塚古墳、小室山古墳、中愛寮古墳。この横にも、人形天皇の横、この辺にもあんねんけどね、書いてないな。まあ、全部待ってんね。なかなかいい公園じゃね。二条山がどっか見えんかったかね。ここから見えんかね。ああ、見えるか。もっと上から見たんかな。二神山でございます。で、これ降りましょうか。あの辺に古墳があったんですけどね、破壊されましたか。それからどこへだかな、あの、こっち側かな、この辺にもなかったような聞いたけどね、ちょっとわからんか。昔ね、あれが大和武尊の白鳥寮でございます。